はい、笠駒です。今日は先日、バラの肥料を比較するということで、植え比べをした、ホワイトピーチオベーションがちょうど1ヶ月経ちましたので比較してみたいと思います。こちらが山本 X、 そしてこちらが、有機入り化成肥料、ホームセンターでも買えるようなお値段の、一般的な有機入り化成肥料です。パッと見はですね、そんなに変わらないんですよね、パッと見は。ただ近づいてよーく見ましょうか。こちら有機入り化成肥料のバラです。そしてこちらがホワイト、山本 X のバラです。葉っぱの色が、こっち有機入り化成肥料の方が薄く感じませんか？はい、こっち山本 X、 なんか葉っぱが色艶が良くて色が濃くて元気に見えるのは気のせいでしょうか。私はそんな気がしますが、こっち有機入り化成肥料、山本 X、 今こういう状態ですね。ちょうど1ヶ月経ちましたので経過報告とさせていただきます。はい、ではまたお会いしましょう。笠駒でした。ご視聴ありがとうございました。そしてよかったら、皆さんチャンネル登録と評価ボタン押していただいたら嬉しいです。コメントもよかったらお願いいたします。ありがとうございました。